皆さん、こんにちは。もったいないおばさんの簡単料理の中島きみこです。今日は一度私が食べてみたかったリンゴと柚子のかき揚げを作ってみました。今ここにあるもの、リンゴが4分の1、皮付きのまま芯を抜いてあります。そして、柚子の方も4分の1、皮だけ使いたいと思います。そして三つ葉を少々。そしてあとは冷たいお水、およそ大さじ1と半くらいですかね。そして天ぷら粉も大さじ1か1か半くらいで適量です。あとは米油を用意しました。ご覧ください。リンゴなんですけども、切り方は、太めの細切りなんですけども、このように湾曲になっているのでちょっと難しいけど、これを半分にして、そしてですね、このままちょっと切ってみたいと思います。こういう感じで、そうしましたらこのようになりますので、ここで半分にします。まあ、こんな感じですかね。ちょっと工夫してみました。ちょっと細切りにしたいんですけども、湾曲になっているので切りにくいかと思いますけども、あと柚子は普通に皮を剥いて、ちょっと端を取りまして、普通に、こんな感じです。今材料を細切りにしましたけども、まあリンゴはこんな感じです。こちらは柚子です。こちら三つ葉ですけども、およそザクッとこんな感じです。リンゴなんですけれども、水分が多そうだなって、パリッとしてるリンゴは少し水分を取った方がいいので、このようにキッチンペーパーで水分を取ります。時間が経ったリンゴは割と水分が少ないので、揚げ物には揚げやすいかもしれません。一応このようにして水気を取ります。先ほどの材料を全部ボウルに入れましたら、大さじ半分ほど、およそです。これをかけまして、混ぜ合わせます。衣をちょっと周りにかけるという感じです。そうしましたら、今度は大さじ山盛りくらいの、天ぷら粉を入れて、これで冷たいお水で溶いていきたいと思います。氷を入れた冷たい冷水なんですけども、これで少しずつ加減をしながらということで、あまり計量にこだわらずやってみたいと思います。およそ160くらいで揚げております。最初からあまり180に度になってしまいますと、焦げ目がつくのが早いので、160度くらいが弱火がいいかと思います。はい、これで揚げますね。
はい、サクサクのリンゴと柚子のかき揚げができました。こちらは、リンゴと生姜と彩りに人参を混ぜて今揚げております。家に残っているあのリンゴなど応用して油で揚げてみました。こちらの右側のお皿が、リンゴと柚子の皮と、それと三つ葉を混ぜたものです。柚子の香りがしまして、またこれも美味しいです。左側の黒いあのお皿の方はですね、リンゴと生姜と、人参を混ぜて、かき揚げにしてみました。どちらもとっても美味しいです。また意外とあの果物を応用するって楽しいなってあの発見をいたしました。またこれからも工夫して作りますので、ぜひ皆様もご覧になって作ってみてください。本日もご視聴誠にありがとうございました。